こんにちは、杉山由美です。皆様お元気でいらっしゃいますか？お家の中にいる時間が長くなるとなんとなく体がこわばってきますね。特に肩の周りコリコリになりませんか？今日は一緒に腕を伸ばして肩や首の周りをほぐすストレッチを行いたいと思います。それでは最初にちょっと手首を振ってみてください。ブラ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 、はい、そして指を一本一本丁寧に動かしていく。肩こりがある人って手首やこの指先がとっても固まっています。今のあなたの状態をちょっと確認してみてください。はい、それでは両方の腕を前に伸ばしますよ。一緒に行きましょう。皆様の右手を上にしてクロスする。小指を上にしてぎゅーっと握ります。右の小指上ですよ。はい、腕を前にずっと引っ張る。肩が引っ張られていくくらい。そこから、はい、下に下ろして回しますよ。ぐるーんと内側から回す。硬い人はもうこの辺で痛いはずです。痛い人は無理をしないでくださいね。できる人はゆっくり伸ばしていく。はい、下に下ろす。ゆっくり戻します。ぐるんと回して元に戻す。はい、前にずーっと伸ばしますよ。下ろして手をほぐして脱力。なんとなくこの辺が伸びた感じがしませんか？今度は反対行ってみましょう。さあ、皆様の左手を上にしてクロス。左の小指を上にしてください。ぎゅーっと握って腕を前に伸ばします。肩が引っ張られていく。体がずーっと引っ張られていきます。はい、そこから下から回す。ゆっくり伸ばしますよ。痛い人は無理しないでね。ここでもいいです。じわーっと伸びてるのを感じてください。はい、スーッと伸ばして下ろしていきましょう。戻しますよ。ぐるっと回す。前に伸ばす。はい、ゆっくり下ろして手をほぐして脱力です。さあ、これだけの動きなんですが、今度はちょっと呼吸を添えてリズミカルにいってみたいと思います。はい、それでは両手を前にして、皆様の右手を上にして右の小指を上にしてクロスします。まず腕をずーっと前に伸ばす。はい、ここから大きく吸ってぐるっと回す。吐きながらふーっと伸ばして下まで。はい、吸いながら戻します。吐きながらふーっと伸ばす。ゆっくり下ろして脱力です。反対行きましょう。皆様の左の腕を上にして左の小指を上にして組みます。まずぎゅーっと腕を前に伸ばしていく。はい、吸いながら回して吐きながら伸ばしましょう。ふー、下まで。はい、吸いながら戻します。吐きながら伸ばしていく。ゆっくり下ろして手をほぐして脱力です。さあ、それでは最後にもう一度手首を振ってください。ちょっとほぐれた感じしませんか？はい、指を一本一本丁寧に動かす。はい、もう一度手首を振ってさっきとの違いを感じてみてください。さあ、いかがでしたか？お家でできる簡単なストレッチ、皆様もぜひトライして少しずつでいいですよ。繰り返してやってみてくださいね。はい、それではどうぞ皆様お元気でお過ごしください。ありがとうございました。